フィリップ・フランシス・ノーランは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれの SF 作家。バック・ロジャーズの生みの親として知られる。妻は、テデーサ・ジャンカー・ノーラン。フィリップ、メアリー、ヘレン、ルイーズ、テデーサ、マイク、ラリー、パット、ジョン、ジョーの10人の子供を設けた。ペンシルベニア大学出身。同大学では、男子記録劇団、仮面と、 カツラクラブに所属し、1907年から1909年の公演では主要な役を務めた。卒業後、新聞コラムニストとして働く。結婚後、フィラデルフィア郊外のバラキンウッドへ引っ越し、そこで1939年までイラストレーターのディック・コーキンズと共に、新聞連載の漫画、バック・ロジャーズを執筆した。SF ヒーローの原点の一つである、 バックロジャーズの書質は、ノーランが1928年に書いた SF 小説、アーマゲドン2419年である。この連載は40年以上続き、ラジオシリーズ、1939年の映画シリーズ、2つのテレビシリーズを生み出した。ノーランは SF 雑誌にも他の数編の中編 SF 小説や、彼の死後に発表されたミステリー、ザガール・フロム・ノーウェアなどを書いていた。 ありがとうございます。